フリードリヒカール・ビルヘルムフリードリヒカール・ビルヘルムはドイツの軍人。ナチスドイツの時代に親衛隊の隊員としてブーヘンバルと強制収容所の専任衛生員などを務めた。最終階級は親衛隊将尉ビルヘルムは1939年9月以降にブーヘンバルと強制収容所に親衛隊衛生員として配属され。 1941年1月から1945年4月まで同収容所の1 0 0人衛生員として勤務した。かつてブーヘンバールトに収容されていたオイゲンゴン、によればビルヘルムは大酒のみでまた収容者からはオイボレビレムと呼ばれていたという。敗戦直前の1945年にはビルヘルムとその他3人の衛生員が毒物注射を用いて収容者を 毎日のように殺害していたという。収容者を浴場に案内しようとする衛生員を見つけるなり、ビルヘルムは大声で怒鳴りつけた。君は何を考えているのだね。そのゴミを風呂に入れるだって。我々はそいつで石鹸を作るのだというのに。それから彼は病人の数を書き留め、夕方までに移送させた。敗戦後、ビルヘルムは侵入してきたアメリカ軍によって逮捕され、 ッハウ裁判の一環として開かれたブーヘンバルト主要裁判の中で裁かれた。彼は連合軍捕虜毒物注射を用いて殺害した容疑で起訴された。法廷では自ら命令に従っただけだと証言し、また、1947年8月14日、ビルヘルムはブーヘンバルト強制収容所における主要な業務に関与していたと判断され、 公主刑による死刑が宣告された。1948年11月26日、ランツベルク先般収容所にて、公主刑に処された。VGL、ブッヘンワルト、ハウトプローゼス、デピュティ・ジャッジ・アドボケート、S ・オフィス7708 o クライムズ・グループ・ヨーロピアン・コマンド APO407、ノーベンバー1947、S89FO イゲン,ン・コン、 デア SS、ストット、ダスシステムデアドイチェンコンセントラーツヨンスローガー、ミュンヘン、1974、S143 うんと147 14ハット、ジシャットバイ、オイゲンコゴン、デア SS、ストット、ダスシステムデアドイチェンコンセントラーツヨンスローガー、ミュンヘン、1974、S147 ハット VGL、ブッヘンワルト、ハウトプローゼス、デピューティージャジアドボケート、 s オフィス7708号クライムズグループヨーロピアンコマンド APO 407ノーベンバー1947 S89F ありがとうございます。